ライフ、ライフは2013年のアメリカのアドベンチャーコメディ、ドラマ映画。監督、共同制作、主演をベンス・スティラー、脚本はスティーブ・コンラッドが務め、クリステン・ウィグ、シャーリー・マクレーン、アダム・スコットラが出演する。1939年のジェームズ・サーバーの短編小説、ウォルター・ミティの秘密の生活を原作とし、 虹をつかむ男に続く二度目の映画化作品である。世界を見よう、危険でも立ち向かおう。それが人生の目的だからというスローガンを掲げる伝統的フォートグラフ雑誌、ライフ編集部でネガフィルムの管理者として真面目に働くウォルターは地味で平凡な人生を送る、冴えない男。密かに恋焦がれる同僚のシェリルに直接声をかける勇気もなく、彼女が パートナー探しのウェブサイトに登録していることを知れば、自身も登録してみるものの、体験談の一つさえ書くことができない。しかし空想の世界では、時にアクションヒーロー、時に勇敢な冒険者となり、シェリルに対して情熱的なセリフを言うこともできた。ある日出社したウォルターは、突然のライフ社の事業再編と、ライフ氏の配管を知らされる。 事業再編を担当する新しいボスであるテッドは、社内の視察時に給湯スペースで空想に浸っていた、ウォルターを見て嘲笑する。ライフ氏を代表する、フォトジャーナリストである冒険家のショーンは、いち早く事業再編による配管を知っていた。ショーンはウォルターに、手紙とライフ氏の最終号のための撮影フィルム、そして、ウォルターの仕事ぶりに感謝を込めた、革財布の贈り物を届けていた。 しかし、ショーンが手紙の中で自身の最高傑作ゆえに最終号の表紙にふさわしいと記す25番目のフィルムは撮影フィルムから欠けていた。テッドによる容赦ないリストラクチャリングが始まり、ライフ社内は混乱に陥る。同時にテッドは最終号の表紙を飾る予定の25番目のフィルムの早急な提出をウォルターに求める。 25番目のフィルムのありかはショーンしか知らないと考えたウォルターは残りのフィルムに映っている手がかりをもとにシェリルの協力も得ながらショーンの所在を推理する。それはニューヨークから遠く離れたグリーンランドであった。気がつけばウォルターはオフィスを飛び出しショーンを見つけるべくエアグリーンランドのヌーク行きの飛行機に飛び乗っていた。この瞬間からウォルターの現実世界での冒険が始まる。 写真に写っていた指の持ち主である、酔っ払い男に殴られかけ、彼が操縦するヘリから海に飛び降りて、船に乗り、今度はアイスランドに向かう。アイスランドでは、現地で手に入れたスケートボードで道路を滑走して、飛行機に乗るというショーンを追う。しかし一発のところで間に合わず、直後に火山が噴火し、近くにいた車に助けられる。ショーンへの手がかりが途絶え、仕方なく、 アメリカに戻るとネガがないことを理由にライフ社を解雇されてしまう。シェリルの家に息子への贈り物としてアイスランドで手に入れたスケートボードを持って行くとそこにはシェリルをハニーと呼ぶ男がいた。ウォルターは何も言わずにスケートボードを置いてその場を去る。帰宅したウォルターはショーンへの腹立ちからプレゼントの財布をゴミ箱に捨てる。その直後手がかりの写真の一つが 父の形見のピアノの一部であることに気づく。ウォルターが母のエドナに、この家に、ショーン・オコンネルが来たと尋ねると、エドナはこともなげに、来たわよと答える。聞けばショーンがこの家にやってきて、ウォルターのことを母に尋ね、ウォルターの仕事ぶりを褒めていたのだという。母との会話で手がかりの一つであった、ワーロックスという言葉が、実は、ウォーロワーズであり、 ショーンがアフガニスタンに向かっていたことがわかる。ウォルターは今度はアフガニスタンの鉱山に向かう。現地で雇った案内人と局地で別れ、ついに雪氷にカメラを向けているショーンを見つけるが、ネガはサプライズで財布に入れておいたのだと言われる。がっかりしたウォルターをショーンはサッカーに誘い、二人は現地の人々と共にサッカーのゲームをする。 ロサンゼルスの空港での入国審査はアフガニスタン帰りであることを理由に混乱を極める。本人確認が必要となったために、ウォルターはパートナー探しのウェブサイトの担当者トッドを指名する。トッドはウォルターを助け、空港でおすすめのシナボンを食べさせる。なんとか帰宅したウォルターは自分が捨てたはずの財布を母がゴミ箱から拾っていたことを知る。ウォルターはネガを ライフ社に届け、会社のスローガンさえ言えないテッドに、クソったれのフリなんてしなくていいと助言する。シェリルとも再会し、スケートボードを届けた時にいたのは、元夫ではなく、親戚だったことを知る。売店に並んだライフの最終号の表紙には、これを作った人々に捧げるという言葉とともに、会社の前の噴水に腰掛けて、熱心にネガを確認するウォルターの姿が映っていた。 ベンスティラーとクリステン・ウィング、シドニーでのプレミアにて、ありがとうございます。